中日本航空株式会社は、愛知県西葛郡と与山町に本社を置く大手の産業航空会社。略称は NNK。本社を置いている県営名古屋空港を拠点に自社保有の飛行機、ヘリコプターを日本全国で運航しており、航空事業、調査測量事業を手掛ける。名鉄グループ参加。 中日本航空の AS350 小型飛行機、ヘリコプターなど70機を保有し、運送事業、使用事業として航空機を運航している。1984年に日本の事業会社として初めて救急医療専用ヘリコプターの運航を開始して以来ドクターヘリ運航のパイオニアである。2017年4月現在、ドクターヘリ運航箇所数は国内最多。 また各県に配備されている防災ヘリコプターの運航や機体搭載用の専用ストレッチャーを備えた小型固定翼機による患者輸送、脳死ドナーから提供された移植用臓器の搬送など EMS 事業に積極的に参加している。このほか、テレビ局の報道取材ヘリの運航、遠隔地への物資輸送、旅客輸送、イベント輸送等を全国で行っている。 その他、航空機を使用した写真撮影やレーザー計測などの調査、測量事業なども手掛けている。第二次世界大戦後は日本において一切の航空事業が禁止されていたが、サンフランシスコ平和条約が発効し、航空事業が本格的に解禁された1952年以降、航空会社が次々と誕生した。港南市で鉄工所を営んでいた。 青山俊光は太平洋戦争で生き残ったパイロット経験者を集め、セスナ式170バイト型を2機保有する会社を設立した。なお、設立当初の小牧飛行場は在日米軍の管理下にあったが、基地内に設けた仮テント式の基地からの出発となった。1960年3月に名古屋鉄道と中日新聞社が資本参加したほか。 1963年1月に、全日本空輸から DC-3 型機2機を購入し、定期路線の運行を本格的に開始した。しかし、東海道新幹線の開通による影響で、名古屋東京路線の運行が困難になったことから、定期路線の人員と機材を全日空へ譲渡し、ヘリコプター部門に力を入れ始めた。1964年に、 シコルスキー式 S62 アンペア型によって北アルプスのホタカだけ山荘へ物資輸送を行ったのをきっかけにヘリコプターによる物資輸送の事業が本格的に始まった。1969年に航空による漁業パトロールがヘリコプターから小型飛行機に切り替わったのを機にこの分野にも関わり、1980年9月からセスナ式404型機を使用し、 東北、北海道の沖合 1000km の統計155度線にまでに及ぶ取締りを行った。マイカー時代の到来とともに各ラジオ局で始まった交通情報では空から各地の状況を即時に伝えるシステムが人気を博し、1970年から3年以上にわたって行われた。1971年にアメリカから エアチャイルド K-22 を購入し、航空測量事業が本格化した。翌1972年には、スイスウィルド社の高速カメラ RC-10 を導入した。また、ジルコ社が開発した、国産第1号の赤外線スキャナを利用して、火力発電所の調査を行い、リモートセンシングの第一人者として、温排水調査や、地熱調査を、しばらくの間独占した。 1984年4月日本の事業会社で初めてヘリコプター救急搬送業務を開始した。現在のドクターヘリの基礎を築く。1988年、地方都市間を結んでいる定期路線のすべてを名古屋鉄道と全日空が共同で設立した新会社中日本エアラインサービスへ移管し、定期路線からは撤退した。2006年1月より本社、 第2核農庫の建設作業が行われ、9月より運用が開始された。2010年12月大学共同利用機関、法人情報、システム研究機構、国立局地研究所の業務で、第52次南極地域観測隊へヘリコプターパイロット、整備士を派遣。南極大陸で物資、人員輸送を行った。2015年4月商品販売事業本部を、 名鉄協商株式会社へ譲渡した。2015年6月県営名古屋空港に飛来したソーラーインパルス2の機体及びスタッフの日本滞在を24時間体制でサポートした。現在使用中の航空機。貸し切り、空撮、EMS、貨物輸送、教育、訓練、遊覧、農林水産、宣伝に使用。飛行機中日本航空の所有する。 セスナ C560 ヘリコプター現在は運航していないが過去に使用したことのある航空機。飛行機ヘリコプター愛知県防災航空隊ベル 412EP。ありがとうございます。